世界危機管理会議に参加される皆様を心より歓迎いたします。Atime for Cruise です。全人類にとって非常に重要なこの大規模イベントを開催してくれた友人であるビルディング・ソサエティプロジェクトの参加者の皆さんに心より感謝します。実際、ここ数十年の間に未曾有の気候変動を目の当たりにし、年を追うごとに驚異的な勢いを増し、大災害の規模も恐ろしく進行しています。現在、 気候変動は国際的な議題となっています。世界中のリーダーや一流の科学者たちが最高の壇上でそのことを語っている。人類には、ビル・ゲイツが主張するような差し迫った試練に備えるために必要な30年という時間がないことは、すでに明らかである。なぜなら、地球上の惑星気候変動の悪化は、太陽系全体のスケールで起こっているプロセスによって引き起こされているからです。この事実を裏付けるように、 科学者たちは近隣のすべての惑星とその衛星で同様の変化が起きていることを指摘しています地球上の気候変動は私たちの社会のあらゆる危機を悪化させています国際政治社会問題マクロ経済が悪化している何百万人もの人々が強制的に移住させられていることと同様に食料と飢餓も議題となっています残念ながら すでに手に負えない状況になっているという残念な事実を認めざるを得ません気候が原因です今、私たちが力を合わせなければ人類の破滅と私たちの共通の家である美しい地球の破壊を目の当たりにすることになるでしょう私たちはこの未曾有の挑戦に立ち向かうことができるでしょうかそう、友よ、私たちはそれができるのだ 来るべき世界危機を乗り切るだけでなく全人類の幸福と繁栄のためのユニークな条件を作り出すための解決策を見いだすことは私たちの力にかかっていますそのためには社会のフォーマットを変える必要があります専門家は30年以上前から「消費社会」というフォーマットは時代遅れであり人類は行き詰まっていると言っています誰もがこの問題に対する解決策を求めています今日、 人類の未来を保障する唯一の可能な選択肢は、創造的社会です。思考力と責任感のある政治家、生職者、科学者、ビジネスマン、一般人の大多数は、すでにそのことを理解している。人類の未来のためには、今日、あらゆるレベルの野心や不満、主張を忘れ、人間の潜在能力を結集することが必要です。 まず第一に、科学的、知的、物質的、社会政治的なものです。破壊、戦争、人間の破壊、社会の消費形式の強化を目的としたすべてのプロジェクトを停止する必要があります。気候危機に直面している問題を解決し、不利な条件の中で人類が生き残るためには、人類のあらゆる科学的可能性を結集して科学を解き放つことが必要です。 これはすべての人を結びつける共通の関心事ですビルディングソサエティという形式で団結し一丸となって行動することによってのみ私たち自身私たちの子供たちそして私たちの子孫の未来を確保することができるのです創造の会という形式があってこそ現在の断片化を乗り越えることができるのです私は人類全体 全ての人々そして何よりも私の政治家仲間に向けて争いをやめようと訴えたい私たちの小さな人間界を分割するのはやめましょう団結しましょう同僚の皆さん人類の未来に対する責任は今私たちの方にかかっているのです「気候は私たちの共通の課題ですこれは我々の外敵だ」 ダチョウののように砂の中に砂中頭を隠して無視することはできない問題から逃げるのではなく取りり組ままななければなりませんそして今私たちに課せられた最重要課題は創造的社会の中で人類を団結させ創造的社会の8つの基本を国際法や世界各国の国内法で実現することです私たちの不作為と沈黙は今や人類に対する犯罪です 今こそ全ての人々がビル・ソサイティのプラットフォーム上で団結する時です親愛なる姉妹兄弟の皆様皆様を歓迎するとともに世界危機管理会議の参加者主催者の皆様にご挨拶申し上げます真実の時 カトリコスの権限によりアルメニア首都教会の長であるカレキン二世芸家の総主教としてのご挨拶と祝福を人類共通の故郷である地球の未来を憂う全ての人々に伝えさせていただきたいと思いますアルメニアはノアの箱舟が上陸した聖書の国であり大洪水のあと 新しい人類の生活が始まった場所です301年に初めてキリスト教を国教として宣言した国であり私はこの国に生まれ住んでいることを幸せに思いますしかしこの幸せを失ってしまうのではないかと悲しくなることもあります 昨今自然災害や地球規模の気候変動それに伴う人命の損失への不安が高まっていますこのような自然の力の前では無力感を感じることもありますがその力が強まったのは自分のせいだとは決して思いません 現代の科学技術の急速な発展は人間の幸福のために役立っているように見えますが現代の科学が進めば進むほど自然から離れていき自然の法則に反することになります。これに加えて人間が自らの手で人間の生命に対する危険や脅威を作り出しているのは残念なことです。 人の命を脅かす者は正当化されない私は科学者ではなく何よりも人の命を大切にするシンプルな人間です私はクリスチャンですが私にとって自分のように隣人を愛せ以上の戒めはありません。 この機会に全人類に問いかけてみたいと思いますノアの時代になぜ大洪水が起きたのか不思議に思ったことはありませんかまた溺れたいのか人類とその文化的価値が 再びの洪水のために消えてしまうことを望んでいますか、地球規模の大洪水を二度と起こさないためにはどうすればいいのか、と考えたことはありませんか。考えてみてください。私たちの共通の家を愛し、全人類の利益のためにそれを維持するためにあらゆる努力をしてください。 だからこそ私はビルディング・ソサエティの取り組みを歓迎します私は力を合わせることで預言者イザヤの言葉にあるように現代のあらゆる課題に立ち向かうことができると確信していますリは人に向かって剣を振り上げてはならない人はもはや戦いを学んではならない 私たちには信仰があり希望があり愛がありこれらの中で最も偉大なのは愛です。神の祝福により私たちの惑星である地球を愛と平和に保つための精神的な強さが与えられますように。